天王寺動物園で3月10日、今月18日から始まるイースターナイトズーの内覧会が行われました。開園時間を延長するナイトズーは夜の動物たちが観察できる人気イベントです。内覧会ではアフリカサバンナゾーンでライオン、キリン、シマウマなどを公開しました。はい、大阪天王寺動物園では、春のナイトズを開催します。イースターナイトズと銘打ちまして、今回、3月の、18、19、20、それから25、26の5日間にわたって、夜の動物園をオープンいたします。で、まあ、その中の企画としてちょっと私もこんな格好をしていますけども、こうイースターということで、こういう扮装をした人間が園内を私を含めうろうろしていますので、見つけていただきましたら、ハッピーイースターと言っていただきますと、お菓子をプレゼントする企画でございます。これお子様限定です。よかったら、動物園に来てください。よろしくお願いします。以上、天王寺動物園から阿部の経済新聞がお伝えしました。